さい。本当は私は密航者なの。やっぱり君は騙せないね。ごめんなさい、ちょっと事情があってまだ全部は打ち明けられないの。でも君に正直に伝えたいこともある。時計屋の遺産は確かに私が追い求めてるものだけど、だからといってそれをめぐって私たちが対立する必要なんてない。少なくとも私はそんなこと望んでない。君には教えてあげる。でもそれは今じゃない。